彼らはです、昨年2018年11月12日のことでした。真実とは違う内容で私のことを傷つけ生放送をしたからです。私が仮想通貨から4億円をもらったとか、また私が仮想通貨の広告塔にでもなっているような真実とは違う内容で構成をされて、2018年11月12日生放送をしたんです。事前に取材に問われました。私は正直に申し上げます、1円もいただいておりません。しかしそれにもかかわらずです、バイキングは裏も取らず調べもしないで、あたかも私が4億円もらったかのような内容に作り上げたのです。私の名誉は大変傷つけられました。悔しく、悲しく、辛く、どれだけ泣いたか分かりません。私の名じゃありません。私の息子、そして両親も傷つきました。そんなことをしておきながら、そんな経緯がありながら、ニューヨークライフの映像を貸し出しようです。もうよく電話してこられるわけです。今も見つかりませんでした。私は今後皆様方にしっかりとお伝えいたします。仮想通貨から1円たりともいただいてはおりません。報告通りなんかになる必要もないし、なってもいません。私は投資家の一人として、3000万円を投資した客の一人なだけです。もう二度と私の名誉を傷つけるようなことをなさったら、バイキング、あなた方を名誉毀損に訴えます。司会の坂上忍、あなたのことも即刻名誉毀損で訴えます。人がどれだけ苦しみ悲しんだか、よく知りなさい。襟を正して仕事をしなさい。真実を伝えなさい。人を絶対傷つけてはいけないのです。